やって倒すのか。早くもポイントはそこに絞られてきています。さあチャンピオン井上尚弥、これです。あのジャブの右、これは速いか、すごいですね、左から右、はい、気にしているところはですごくいい立ち上がりだと思います、はい、右のストレート井上、左から右です。しっかり井上はガードしています。森さん、はい、チャンピオン陣営ですけれども、メキシコのランキング1位、右の打ち下ろし井上、右から上フック、右のストレート当たれば左をボディに伸ばしてきました井上です。左から右のアッパーも返す際も2ラウンド決着、圧倒的な格の違いをこのスーパーフライ級で見せつけて、石川村田さんも井上完全にかけてますね。かかってますね。右のストレート下がります。いますけど、ディフェンスは自分の勘でやってるって言ってましたので、立ち上がり含めてまだもちろんダウンも1回も経験はあります井上。これ今度の井上どういう戦いに見えますか。やっぱりすごい調子がいいでしょうね、はい、右のストレートはしっかりステップバック、右のストレート振り込んできました井上。左だけで戦い切った試合も井上はありました。注目を集めています。右のフックボディへ、今度井上はしっかりディフェンスしています。残り30秒です。第3ラウンドディフェンスしています井上です。ここも左だけ、右狙って、相手は前に出てくる、その後を狙ってくるという話がいいですか。そうですね、そこを右狙ってますから、はい、その一発ですね、ここは当たりは浅いです。右から左のフック、これもしっかりガードして井上、下がりました。どうでしょう。そうですね、倒しに来てますね、はい、相手もこうやって前に出てくるんですが決して下がらない井上。しかし左のストレートボディに伸ばしてきました。左から右、これにダビド・カルモナは話をしています。しかし止めた、カルモナに対して上位を下げる上、またこのラウンド一つアクセルを上げてきました。左から右、強烈なコンビネーション、すぐに毎回上がるんです、そう話をしていたカルモナ。井上のこのラッシュの前にカルモナをしかし弾けています。まだダウン、はい、やっぱりカルモナはこのままいったらもう TK、KO、TKO になりますから、はい、ここで抑えなきゃいけない、はい、井上するならここ、両者にとって一つカーニングポイントのラウンドを迎えました。第6ラウンドです。森さん、はい、井上陣営ですけど、はい、このラウンドも、この出方は両者、ぶつけさんどう見えますか。ねえ、はい、と思いますね。ここは左ボディ、ダブルからもう一発だ。この距離ができれば、ここから行かないと勝てないですから、はい、全部ラウンド取られてますからね、残りますよね。そうですね、で、やっぱりスパーリングしまうと思いますね、はい、あらゆる角度から井上はこの左を、ただこれは気持ちが引いてできている距離ではなくて、むしろ倒しきるために必要な来ることも予想されます井上。その瞬間、世界戦5試合連続ノックアウト勝利。かなり意識は相手のボディに集められている状況だと思いますが、ここは左のボディの上の構え方が少しアップライドに変わってきました。初めてこのアルマどうしても甘くなってしまうんですが、一方で左を当てず当てやすいというメリットも井上は持っています。左から右、これはガードの脇から井上のヒットライド、左スリーまで持っていった井上ですが、その後カルボナも打ち返していきます。いや、これ前のラウンド今減ってますか、どうですか。やっぱり挑戦者はやっぱり打ってきは世界挑戦に失敗した井上の試合は引き分けだったんですけれども、一つ心配されるのは右手ですね、右のパンチが少なくなっているので、危ない状況があるのかもしれないですね。あ、ここは使う球が多いから、はい、まあ、終盤また倒すボクシングも見たいというのもあるしね、まあ、当たりどころが悪くてこうおでこに左でどれだけ相手を圧倒していくか、チームとして活躍をしています。世界のてっぺんをむしり取るんだ、ボクサーなんてみんなそんなもんだですよ、そういうふうに。田中大輝アナウンサーのリポートです。あ、ここは右入った、ここは右入った、あるいは狙っているのか。ここは右のボディへ、いいボディだね、今いいボディですね、はいはい、右のストレート、さあこのラウンドは井上、左から右のストレート、いや右つかした、ただ確かに前半までのような圧倒的に相手にまだ倒されていない気持ちでしっかりと、あ、ここは相手が左を三発伸ばしてきました。井上はガードを下げて相手のパンチを要求です。ただこの左だけ、あ、ここは右ボディ存在しないんですね、はい、この11ラウンドでこれだけの動きできるってすごいですよね。ありますね、パンチはおそらくないと思います。左です。まあ、時に井上のボディはもし右の拳が使えないとなると、まあ、前半はある意味こうファイター的な井上、相手はランキング1位です。今井上に立ち向かえる最強のチャレンジャーが井上、これも左ダブル、左から右、ここはまとめていった井上、チャンスとみれば右を使っていく、こうなると右の拳を使わないままほぼ左だけでボクシングを展開している井上でもあります。ボディを狙おうと、はい、ボディで勝負しようという話でした。あ、その指示通りの戦略、陣営からボディで勝っていこうという、しかしカルモナもボディで受けて返しています。カルモナも井上、さあこの最終ラウンドで、このラウンドでノックアウトで沈めるか、一発右のフックを上に使ってきた、上を右のストレート、この試合もやはりノックアウトか、最後の最後に、これが怪物、これがモンスター。
浮き袖。最終ラウンド KO 決着なるか、仕留めにかかった KO で決められるか、いやー大失点は間違いありません。ジャッジエドワードリガス同じく判定はもちろん大差で井上尚弥、団体のチャンピオンと統一戦をやりたい、そうなりましたか。いやーもう最後すごかったですね。私も今